はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックボブチャウスペシャルカーボンブラックモデルご紹介したいと思います。この間のね、土曜日のねレトロな時に出したね MGC のモデルガンの方の、ボブチャウと一緒に、並べていたものです。で、一応確認してみたらこれまだご紹介してないようなので、このまま、今回ご紹介しようと思った次第でございます。はい、でカーボンブラックですからね、今もうね動画撮影前に油を吹き上げるのがね大変でした。というのもカーボンブラックはある程度ね、油をね、塗布した状態でないとね表面状態変わってしまうということでね、ここはねちょっと気を使うところですね。でフロントビューでね見るとね、まあボブチャウと入ってますけれども、それがなければなんとなく普通のね、ガバだよねみたいにね見えないこともないんですけれども、いろんな部分がねメルトダウンされていて、はい、特にこの辺りですね、エジェクションポートの辺り、もう触ってると幸せしか浮かんでこないようなこの滑らかさでね、この、ロープロフィールのねリアサイトの辺りもねこうやっててもね手がね痛くないですよね。はい、でこっち側見るとね、スライドストップからねマガジンキャッチボタン、これの全てね、もうメルトダウンしてやると、グリップのここもね、ところがですね肝心のこことここはねしっかりと、ギザギザがステッピング格好でいいんですかね、違うんですかね、そういうのが入っていてですね、キュッとしっかり握り込んで動かさないようになっているとね。でカタカタしてますよね、これね珍しくボブチャウにしたスライドがガッタガタなんですよ。今回ね試写までちゃんとやれるかなと思ったんですけれどもね、なんとかできましたね。で今ちょっとこれとは別にね、まあ、どうしてもこれ珍しいものなんでご紹介したいなっていうウエスタンアームズの製品はね、さすがにねあれ脱線するのが見えてきたんでね、もう万力でねあのスライド挟んでね今矯正中です。矯正が完了したらねご紹介したいなと思います。ベルトクリップはね、ここに隙間を作ることでね、あのアンビセーフティのね対応も兼ねてるわけですね。ということでこのグリップパネル自体、こちら側ねノーマルの、ガバのグリップパネルがついているということになります。はい、グリップセーフティはそのままね生きてますね。はい、スライドを引くとこんなイメージになります。ドキャンね、またねこの中身がね見えるとね、このメルトダウンがいいなっていう感じですね。いつもボブチャーダー同じこと言ってるかもしれませんね私ね。はい、箱ね、箱ですね、ここはこいつですね、こんな世代の箱でございます。これで何年頃に買ったんだろうな、もうよくわかんねえなっていう感じです正直言って。はい、で中にはね、これですね、あだからこの世代ですよ、ここ細いやつ、ね、薄いやつねと BB と、警告と、でこれですね武神ベンチで、今回ねこれがね、これは私のお手製のやつですね。このベルトクリップのところにねこう挟む段ボールでねセロハンテープで丸めたやつがいつもこうやってウエスタンアームズさんついてくるんですけどね、このモデルはねついてこなかったんです。でしょうがないんで自分で作って入れてます。はい、まあ段ボールでセロハンテープで留めたのもがっかりですけど、もうちょっとなーって感じですよ正直言っちゃうと、価格帯を考えるとね。はい、まあそんなちょっと愚痴はね置いといてね、まあそれでも好きだから買うんでも仕方ないですけれども、それでもなっていう感じだな。サイトピクチャーはねこんな感じです。まああの何のドットも入ってないですけれども、まあ狙いやすいですよね、ボブチャー低いんでね、これがね位置がねすごく、それもまあいいですね。まあ高いのも高いのでね、パカッとね狙いやすいところはあるんですけれどもね、なんかねバレルと一体感がねより増すような感じがしますね、このぐらいの高さだと。はい、じゃあ重さですね、やっぱりウエスタンアームズのガバの魅力は重さですからね、重さはありますよね、どしっときますんでね、もうね 900g 近くありますよね。はい、ね、それで作動させるとね、このバーンバーンっていうね、もうガッツンガッツンきますからね。でトリガープルかな先にね、それから初速を測りましょう。ボブチャウのトリガープルなんて久しぶりな気がするな。
0.71 ですね。はい、軽い、全然軽いね、やっぱりね。0.72 ですね。やっぱこのぐらいなんですね。なかなかね、よくできてますよね、やっぱりボブチャウね。ウェストアームズの中でもあの KK スペシャルとかボブチャウ結構ね、あのよくできてるなと私は思います。当たるしね。はい、じゃあ初速の測定をしてみましょう。ガスはもうチャージしてあります。温度測定もしないといけませんね。はい、あ、これ言いつけなくっちゃな。これもうお約束ですけどね、これね、これいいんですけどね。まあどうせね、削れちまうからレタッチしてもしょうがねえと思ってしないんでしょうけれども、どうなのっていう気がします、正直言って。あーっていう感じだな、いつも見るたんびにね。こういうのが好きだって人は少なくともいないでしょ。これウェザリングとは言えないですよね。はい、で温度は今結構部屋温めましたんでね、今日はね26度ありますね。夏だとね当たり前ですけれどもね、もう冬場で26度ってのはね、なかなか結構あるなと。はい、じゃあ初速を測ってみますね。早速銃全体が見えるような感じにして、おお結構あるなね。 0.62 ジュールですね。はい、やっぱ元気があるなと思ったらやっぱりそんな感じなんだな。0.61、 やっぱだんだん下がってきますね。ほら面白い、 0.6、 お頑張って 0.61 っていう感じですね。ちょっと間が空きましたからね。このぐらいですね初速は。ですから法定範囲内で0.01 ジュールぐらいずつ連射していくと下がっていくっていう感じですね。今ちょっと打っただけで温度どのぐらい下がったんでしょうね。2度下がりましたね。はい、まあいくらねウェストアームズ冬場でもね、室内だったら元気とは言ってもね、冬は冬ですからね、もう12月も末の方ですからね、これはそれなりにね、かわいそうといえばかわいそうですね、この時期の測定はね。じゃあ試射結果見てみましょう。これはねよく当たりますよ本当に。はい、もうこれが私の多分生涯ベストかもしれない。はい、5メートルからね、サイトね、あのエレベーションできるんですけどもしてません。そのまま、ちょっと高いところを狙ってみました。いつもここ狙うんですけれどもね。それでこれ見てください。結構最近のガンの中では秀逸な、5メートルとはいえ集団だったんではないんでしょうか。あ、弾は書いてないですけれども S2S の 0.25 グラムです。はい、で神さんね、よかったんですけどね、ここに集まってね、残念ながらねこいつが一発跳ねてるんで、ただこれね一発目なんですよ、丸1って書いてあるの。これかわいそうだなと思ったのはね、やっぱりねちょっとねいろんな銃撃たせてるんでね、このリコイルにね驚いてしまったようなとかなんか言って声出してましたからね。なかなかこれは、はい、な感じですね。でやっぱ 7.5 メートルにいきなり挑戦です。あ、ここにね、はい、ね、神さんがどうだったかっていう感想が書いてありますね。はい、リコイルが強く感じた、一発目は、外してしまったけど的は安定してくると、サイトは合わせやすい、ドットはないのにと、で重さ、銃のそのものの重さで安定感を感じたと言っております。はい、でそのまま 7.5 メートルに移行して、やっぱこの辺に集まるっていうのはやっぱ優秀な銃ですよね。ほら同じぐらいの感じで、だからその一発目だけびっくりしたけども、慣れてしまえばもうあとこのぐらいに集められるということですね。で私も頑張って 7.5 メートル打ったんですけども、せいぜいこんなもんでしたね。もっと当てられるなって気がするんですけどね、あの本当にいつも申し上げる通りね、もうほとんど見えませんまずね近くのねフロントサイ、リアサイトはまあ見る必要はある程度合わせてからなんでないんですけども、それでもまずリアとフロント合わせて、最後にフロントを見てその先にターゲットを見るっていうので私はやってればいいなと思ってるんですけれども、それがねあのお目目の都合でうまくいかないですね年食うと。はい、で 7.5 メートルでも縦に散るなよみたいな感じですね。はい、
で最後に、ね、せがれが打ってみたんですけども20歳ですね。こんな感じですね。これもやっぱり一発目がちょっと、これも一発目だったと思いますね。で 7.5 メートルでやっぱり独特ですよね、それぞれね。各人各用ということでね、最近あの試写結果にね多少ね客観性は増したかななんて思ってはいるんですけれども、いかがでしょうか。はい、忘れてました、ドキュメントですね。ドキュメントはね教養の、ウェスタムズのガバメントの2006年の時のね、この、マニュアル教養ですね、ガバメントね。それとこういうのがついてきて、最後にこれですね、差分のねマニュアル、あのマニュアルっていうか、ね、パーツリストと説明書きというものがついてきています。はい、ただですねこれの時にはまだついてなかったのかな。あのカーボンブラックはお気をつけくださいっていうのがね、これはもしかしたら最初からついてこなかったのかもしれません。普通ついてきますよね。これもちろんウェスタムズから直接購入してますんで、最初のほんの最初のカーボンブラックの時期っていうのはついてなかったのかもしれません。あのオイルをね薄く塗ってくださいっていう注意書きがね、はい、あったと思うんですけれども、まあ、その辺ね、まあ、他のカーボンブラックでね現物出てきた時に確認するか、あるいは過去動画でもうご紹介済みかもしれません。例によってねもう直近記憶がどんどん失われていく世代ですんでね、ドカーンドカーンドカーンってこれはびっくりしますね。やっぱこのリコイルをね当て込んで抑え込もうとして、まあ弾がね上下にね着弾点が散ってしまうっていうのはあると思いますね。私もあると思います。ただ理屈から言うとウェスタムズのマグナブローバックの場合は、BB がバレルから抜けて、ここのバレルの中がインナーバレルの中が負圧になってからフローティングバルブが動き出すことになってはいるんで、あんまりそれを気にしないで普通にまず打つことだけを考えればいいと思うんですよね。まあ、実銃の場合はそうはいかないと思いますよね。やっぱ吹っ飛んで、跳ねてきますからね。ただ、いずれにしてもスライドの動きを、まあ、簡単に言うとブローバックの動きを抑え込もうっていうか、って抑え込んで、っていうんじゃなくって、むしろ、握り側の手の方はそれほど力を入れずに、こちら側でしっかり抑えるというのをね、私ね、読んだことがありますんで、それは踏襲してるんですけれども。で、事実そういった方がよく当たるという結果も出て、私の中では出ているんで、これは従っていきたいなと思います。まあね、こうして空打ちしてるだけでもね、冬場でこんだけ動いてくれれば楽しいということで、まあ、お座敷の中での空打ちというのはね、この季節のね一つの楽しみ方ですね。まあ、あとはねリボルバー系のモデルガン、これも全然寒さ関係ないですからね、のねあったかいお部屋でね、美味しいものでも飲みながらね、装填廃墟をねスイングアウトして楽しむなんていうのもいいかもしれません。ただねこうやって時々やっぱりどうしてもね、ガバ系触ってね、しかもねこのね空打ちでガツンガツンやるのはね楽しいんですよね。なんかねこうこの音ねこれの方がね逆に暴れっぷりがいいような気もしますね。こいつこのぐらい締めなきゃいけませんね。はい、万力で締めるときね、もちろん気をつけないとね、直接やっちゃうとこの辺潰れちまいますんでね、何をかませて万力で締めるかっていうのもね、一つのね、楽しみではありますね。はい。そんなことでね、ちょっとウェスタンアームズの中でも、このあんまりスライドの開きに縁がないと私は思ってたボブチャウなんですけれども、今回のものに関してはスライドはちょっと開いてしまっていましたと。ただし、試写結果はそこそこ良好ということで、やはりねポテンシャルの高い銃だなということは実感しました。ということで、今回はウエスタンアームズの、ボブチャウスペシャルカーボンブラックモデルご紹介いたしました。これをしっかり締めてアピールをしてからご挨拶ですね。はい、ではまた。